ポイントはこの77のという数字になります。この70はどういうことかといいますと、改憲に前向きな自民党、公明党、大阪維新、日本の心を大切にする会という4党の合計の今回の獲得議席が77ということになります。で、非改選の、この4党とあと、まあ無所属議員の中でも改憲に前向きな姿勢を示している4人、それを合わせると88人おります。そうすると、77たす88が165議席ということになって、憲法改正の発議に必要な参院の定数の3分の2に当たる162議席を超えたということになります。自民党はもちろん、憲法草案というものを示しているわけですが、今回の選挙戦ではその草案の内容であるとか具体的な改憲にはほとんど触れませんでした。まあ、総理としてはそういう自分の主張を前に出すよりは、まあ、選挙後あまり与野党の対立が激化しないようにということを考えて、などだと思います。で、まあ、秋の臨時国会で憲法審査会で与野党の議論を再開してほしいというようなことを言っております。改憲勢力が3分の2以上を確保したわけですけれども、ただ具体的にどこをどう改正するかという議論は全く煮詰まっていません。まあ、改憲勢力の間でも意見に違いがありますので、今後は、まあ、民進党も含めて幅広い合意が得られそうなテーマがまず浮上すると思います。まあ、例えば一票の格差で問題になっている、いや5億で問題になっている参議院の選挙制度改革や、あるいは、まあ、緊急事態条項、まあ、災害の時に国会議員の任期を延長するなどのテーマが浮上しそうな感じだと思います。はい。